今回は任天堂スイッチの関連商品なんですけど、ホリのLANアダプターを買ってみました。もともとねこの Wii のLANアダプターを使ってたんですが、なんかホリの方がいいっていう話を聞いたので買ってみました。確かに規格的にはホリの方がまあ高速なLANの規格に対応してるっていう形になるんですが、まあ、どちらもね USB なんで USB の限界は超えられないので、どうなんだろうと思って買ってみました。で、実物がこれですね。 USB なんですけど、別に USB 3.0 になってるわけではなくて、まあ普通のね多分 2.0 だと思うんですが USB ですね。で、まあサイズ的にもねそんなに、若干スリムなんですけど、まあそう変わらないです。で、ケーブルがねちょっとごつくなってますね。いろいろね検証してみたんですが、無線と有線を比べると有線の方がもう絶対いいです。単純にねソフトをダウンロードしたりアップデートしたりっていうのも早いんですけど、通信のなんていうんですかね、ラグというかレスポンスがいいんですよね。なのでゲームでね、対戦ゲームとかでラグが出ないので、まあかなり、まあそこはね差が出てくると思います。まあ有利に戦えたりっていうのはあると思います。このね Wii のアダプターとホリのねスイッチ用のアダプターなんですけど、いろいろまあデータ取ってみたんですが、まあ本当全然変わらなかったので、まあ検証のねデータを出すほどもないぐらい、もう完全に一緒っていうぐらい一緒だったので、どちらかをね持ってる方はそれを使えばいいと思います。 Wii のねアダプターなんかはね持ってる方多いんじゃないかなと思うので、まあ、Wii のアダプターでね通信するといいと思います。今ねどっちも持ってないっていう方だったら、まあ別にねどちらでもいいと思います。お店に行って売ってる方を買えば大丈夫だと思います。ということで今回は任天堂スイッチ用のLANアダプターの紹介でした。